はいどうも岡崎お主です。本日はひな入れ SD やっていきたいと思います。本日1月28日、来ました。新しいイベントチームストーリー聖章編が来ましたね。こちらは全国抜き打ちサッカーバトルという形で、水上は率いる聖書のメンバーはご褒美として何を望むのかということで、1月28日本日14時から2月の4日13時59分までのイベントとなっております。さあ一緒に合わせてきたのがガチャが来ました。こちらのガチャはハイザキのゴールキーパーバージョンですね。ランダムで相手の必殺技の威力がダウン、またナノバナキナコですね、こちらも S ランクで登場となってきております。それではイベントに行ってみたいと思います。さあ前回のライモンのイベントと同じような形でキャラクターがゲットしやすいんですかね。おお、おそらくそうだ。いいね。さあ始まったぞ。世界的に盛り上がりを見せているサッカーに世の少年たちが熱中している中、全国抜き打ちサッカーバトルがここに開催されようとしていた。突然送り込まれてくる死者、全てに勝つと望むご褒美をもらえるとのことだが、様々なご褒美をかけて全国の猛者たちが、なんて読むんだろうね、強者たちが、強者たちが頂点を目指し走り出す。というわけでご褒美を目指して、そうですね、途方というわけで、はい。はい、いいね、楽しそうじゃんと。ご褒美、みんな何か欲しいものがあるのか？やっぱりサッカーに関することがいいんじゃないかな。でも、聖書学園の設備に不満はないし。あ、あ、サッカー合宿。おー、すごいね。それがイベント、じゃない、報酬だなんて。はい、勝ってから決めりゃいいだろう。練習勝負だ勝負だと、ハイザキのゆとりだ。よーし。おう。ということで、聖章学園の専用のサプリがもらえるかもしれませんね。これは結構いい、いいかもしれない。さあ、というわけで、ミッションは後々進めていくとして、来てますガチャですね、やっていきたいと思います。まずはこちら、いな入れチケット SR から1枚。よいしょ、久しぶりのガチャだ。頼むぞー。ドゥー、はい残念多分残念。はい、赤 B かな。あー、アフロディーテ、アフロテルミさん、はいどうもです。さあ行きたいと思います。さあこちらはガチャの中身を見ていきましょう。ハイザキのゴールキーパーが 0.75 ですね。まあ狙いはこれですね。やっぱゴールキーパーがこのゲームは大事なんで、ゴールキーパー狙いで行きたいと思いますが、 S ランクのゴールキーパーはハイザキだけとなっているようです。はい、それでは20連やっていきたいと思います。いやー、ここで引きたいぞ。ピックアップキャラを何もなし。必殺技は何もなしだが、どうだろう。さあ爆死っぽいぞ。よいしょ、すべて分けて爆死。残念。まあこんなもんだよね。はい、次20連目いきたいと思います。頼むぞ、頼む。久しぶりのガチャ。さあ、これ、あ、必殺技じゃない。これ A ランクもないんじゃない ?A ランク確定もなし。っていうことは S はもちろんなし。残念。最高で B ランクだった。やっぱり厳しい、このガチャ。ちょっと寂しいけど。こんなとこですね。じゃあミッションはまた後々進めていきたいと思います。残念。
はい、崎ゴールキーパー欲しかったな。ということで、簡単ですけども、短いですが、この辺で終わっていきたいと思います。岡崎のお主でした。ぜひ、次の動画も見ていただける方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんでいないで SD 盛り上げていきましょう。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。